ルート10の値はいくらだったでしょうか。つまり、10の2分の1乗の値はいくらでしょうか。3.162…でした。これを求めるのは大変でした。同様に、対数の値を求めることも大変です。そのあたりを説明します。例えば、ln 2の5という値を求めることを考えます。まず、この値を x と置きます。すると、2の x 乗イコール5となります。つまり、2を何乗すれば5になるのかということを考えなさいという問題であることがわかります。2の2乗で4。5に足りません。2の3乗で8。5を超えてしまった。よって、x の値は2と3の間の数であることがわかります。2の 2.5 乗の値を調べてみましょう。2.5 を対分数で言うと、2と2分の1です。よって、2の2プラス2分の1乗と考えます。そして、このように、掛け算に分けます。ここは、4ですね。ここは、ルート2ですので、約 1.4。4×1.4 で、5.6。5を超えてしまいました。よって、x の値は、2.5 乗より小さいと言えます。もう、やっていられません。先生、どうするのですか？ですよね、大変です。そこで、この公式の出番になります。定の変換公式。これを使って、定を10に変換します。どうして、10に変換するのですか？はい、科学者が、定が10の対数について、いろいろな値を、表にまとめてくれているのです。このような表です。数学の本の後ろの部分についています。この表を利用したいので、定を10に揃えるのです。面倒な話ですね。そうですね。例えば、ln 10の 1.23 の値を求めたいなら、このように表を使います。ここで 1.2、これが3です。よって、値は 0.0899 とわかります。これは、およその値です。指数の形で言うなら、10の 0.0899 乗が約 1.23 になる、となります。定が10の対数を、常用対数というので、ここに、常用対数表と書かれています。常用対数表では、x の値として、1.00 から 9.99 までが載っています。では、この対数の値を求めるために、定を10に揃えましょう。こうなります。ln 10の2分の ln 10の5となります。この値は、この表のここにありますね。ln 10の2は、約 0.3010。ln 10の5は、ここには見えませんが、約 0.6990 です。よって、計算すると、約 2.3222 となりました。このようにして、対数の値を求めるのです。ずいぶん面倒ですね。大学の数学では、計算により、対数の大体の値を求める方法を習いますが、それでも、そうそう楽に求まるわけでもありません。だから、対数表は、重要なものであると言えます。ただ、今は、コンピューターで値が出るようになっています。コンピューターのない時代、対数表は、大いに科学者の役に立っていたようです。